ゼルマ・メイヤバウム・アイジンガーはルーマニアで生まれ、ドイツ語の詩を綴った、ユダヤ人少女。ホロコーストによって、ウクライナの強制収容所に送られ、18歳で、病没した。ハンザ・フィアテル・シーグマンズ・ホーフ20にある、メイヤバウム・ハウスの記念名番、ゼルマ・メイヤバウム・アイジンガーは、ルーマニア王国、ブコビナ州の州と、チェルニウツィーにある靴屋の父チャイム・メイヤ・メイヤバウムと、 食料品店を営む母、フリーデリケ・シュレーガーの娘として生まれた。アイジンガーは、彼女のママ父のせいであった。幼い頃から文学を学び始め、ハインリヒ・ハイネ、ライナー・マリア・リルケ、クラブーント、ポール・ベルレーヌ、ラビンド・ラナート・タゴールといった作家の作品を通して、彼女の作風に強い影響を与えた。1939年にドイツ語詩人としての、 執筆活動をはじめ、持ち前の言語能力の高さによって、ユダヤ人高等女子ライシアムを卒業するまでには、フランス語やルーマニア語、イディッシュ語と生来のドイツ語の大役の能力を身につけるようになっていた。その傍ら、ユダヤ人の若者が集うシオニストグループに加わっていて、仲間と打ち解けようとしたこともあった。仲間の一人である、レーセル・フィヒマンという青年と知り合い、 やがて恋心を抱くようになった。ゼルマの死には、レーセルへの憧れを秘めた心情も盛り込まれるようになった。後に、ナチスドイツが1940年にソビエト連邦に編入されていた彼女たちの地域へ侵攻し、1941年10月11日に、ユダヤ人はミナゲットへ移され、ゼルマも家族で一緒に暮らすことになった。ゲットはバリケードで囲われ、 外部への出入りは厳しく制限された。ゲットーにいたユダヤ人は10月25日から収容所への送還が始まり、強制労働に従事させられたが、日を追うごとにチェルニウチイのユダヤ人が減少していく、ことによる外の運営が行き詰まると送還は中止され、工場や病院、店舗などで働く人々などはゲットーに泊まることになった。11月半ばにゲットーは解放され、 市内に残ったゼルマの家族は引き続きアパートに住むことになった。父の仕事を手伝いながらも、ゼルマは愛する、レーセルのために市を作り続けていた。だが、1942年6月28日には、市内での居住許可を出した市長が更迭されたことをきっかけに居住権を剥奪され、8月28日には、ウクライナの片田舎にある、ミハイロフカの強制収容所に、 家族ともども移送された後、ゼルマはやがてその施設の劣悪な環境の中で発信地フスにより亡くなった。刺繍はゼルマによってアルバムの形で綴られ、自分たちが連行されるにあたって、1942年2月にゼルマとは別の強制収容所に送還された、シオニストグループの青年齢セルフィヒマンにゼルマの親友を通じて愛を込めてという形で託された。 レーセルは1943年初めにチェルニウチに短期間戻ることを許された時に親友からアルバムを渡され、1944年に強制収容所が解放されるまでそのアルバムを保管していた。レーセルはシオニストグループの仲間とパレスチナへ渡る決心をした。一方で自分が死んだ際に死繍が喪失することがないようにとゼルマの親友にアルバムを返した。 ベーセルはパレスチナへ渡航する途中、1944年8月5日に国会でソ連の潜水艦の砲撃を受けて死亡した一方、親友たちはゼルマから届けられた手紙とアルバムとを別々にしながらヨーロッパを横断してパリからパレスチナへ渡った。1968年旧東ベルリンで死臭なんという言葉が 寒さに向かって叫ばれたことだろうが出版され、その中に編集者のハインツザイデルがブカレストに住んでいた人たちから手に入れたゼルマの2編の詩のうちのポエムも収録されていた。ゼルマの当時のユダヤ人高等女子ライシアムの担任であり、建国後のイスラエルへ移住したヘルシュシーガルはこの詩を読んだ後、ゼルマの友人を訪ね、彼女が保管していたアルバムをもとに1976年に、 ゼルマの詩集、アンソロジーを自費出版し、友人、知人に配布した。文学ジャーナリストのユルゲン・ゼルケは、ゼルマの親戚のパウル・ツェランのいとこから、詩人のヒルでドミーンを通じてこの詩集を手に入れ、1980年に、旧、西ドイツでゼルマの詩集、私は憧れに包まれているを出版したことにより、ゼルマの存在が世界中で知られるようになった。 死集は1978年にイディッシュ語番、1983年にヘブライ語番が出版されたほか、英語などの各言語に翻訳された。また、ゼルマの死を題材にした音楽作品も世界各国で多数発表されている。2005年11月には、ゼルマの死の朗読を収録したオーディオブックが発売された。日本では、 1985年12月号の詩とメルヘンでゼルマの詩が初めて紹介された。その後、詩集の文庫本やドラマ CD にもなった。ゼルマが残した詩集には57編のドイツ語の詩が収められているが、創作の52編以外はフランス語などの詩からの5編の訳詩もあり、表題がないものも3編ある。1939年頃に書かれた喜びをもって、 以外は1941年12月24日までに戦争中に書かれたものである。詩集の最後尾の詩、悲劇には赤文字で次の文章が添えられている。終わりまで書く時間がなかった。別れが惜しいのが残念でなりません。ではご機嫌よう、ゼルマゼルマの詩集は二部構成になっており、それぞれのテーマによってまとめられている。 夏季は収録されている詩のリスト及び発表年月日。先週その1、アップルブロッサム、ダークライラック、ナイトシャドウ、赤いカーネーション、星たち、旗、異国の乱先週その2、お茶の花、白菊、ワイルドポピーちなみに、ゼルマは、収容所へ移送される途中、教習とラビンドラナートタゴールの、家と世界の、第五章、なぜ私は歌えないのか。 有二編の死を手紙に残している。手紙の最後の一文は、私はもうダメ、もう崩れ落ちしてしまう。たった今、ジュニアは私に、ロッチーからメモを渡されました。彼らは、書きかけの文章を送るためのチャンスを私にくれました。口づけを、ハザーク・ゼルマ。ゼルマは自分たちの身に迫りつつある過酷な現実を、目の当たりにして、熱く激しい憧れや、深い悲しみ、 繊細な感性と鋭い観察と織り合わせた文学的にも高い水準の詩を作り続けていた。次曲は彼女の詩にも反映され、1941年にユダヤ人高等女子ライシアムに通う頃になってから詩にも陰りを増すようになった。同7月7日にナチスドイツによるホロコーストでユダヤ教の大聖堂が焼き打ちにあい、数百人のユダヤ人が殺害された時も、 詩・ポエムで、私は生きたい、私は死にたくない、生は、私のものといった、悲痛な感情を込めて綴った。これは、他のユダヤ系ドイツ語詩人が、ゲットーや収容所内で実践したような、伝統的詩形式により、言葉の音楽性を高めて、死の世界へと入り込むことにより、現実の苦難から身を引き離し生きる力を得る、営みであることを意味している。また、ゼルマが、 同じユダヤ人の詩人でありながら、イディッシュ語でも、ヘブライ語でもなく、ドイツ語に固執し続けたのは、自分の母国語であることはともかく、ユダヤ系ドイツ語詩人の例に漏れず、ナチズムやホロコーストという現実にさらされているにも、かかわらず、一層強く保持し続けた詩人にとっての母語である、ドイツ語への思いから来たものである。役者を含め、複数の詩人や批評家は、ゼルマの死を高く評価している。 ゼルマの詩は、同郷のローゼ・アウスレンダーや、パウル・ツランダの詩と共に、ブコビナにおける、ドイツユダヤ文化の重要な作品として位置、続けられている。ありがとうございます。